どうも、こんばんは。ということでね、餅食って寝てたわ。どうも、こんばんは。餅食って YouTube 見て寝てた。風船どうも。ということですね。あ、小判10個どうも。あ、めでたいあざっす。あざっす。あ、来た。あざっす。ほてい。あざっす。大黒天あざっす。服のやつ、いや、あざっす。これなんていうの、いや、アイテムだ、これ。七福神か。七福神あざっす。あ、七福神あざっす。七福神あざっす。いや、めっちゃいい。ああ、ちょっとね、寝てましたよ。ああ、宝船、やったー、りょうさんから連チャン来てます。宝船、やったー、やった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 、石油王、石油王、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、孫正義、やったー、やった、やったぜ。開始早々、投げ銭ゲッチュ。いやー、ありがたいですね。いやー、今日寝てましたよ。YouTube 見ながら、あと餅食って。今年初めてじゃないですかね、餅食ったの。何も、いや、普通に醤油と海苔巻いたやつですよ。セブンのおでんのニュース見ました。え、なんすか？何のニュースですか？なんかあったんすか？あ、そういえばニコ生でなんかね、バハムート投げるとか言ってたやつ、まあ絶対投げないだろうからね。枠取んないでいいか。100%投げないと思うかな。来た。え、じゃあさ、君さ、なんてアカウントで投げた？それ教えてよ。なんか寒中水泳の枠をさ、寒中水泳の時に投げたって言ったじゃん。何のアイテムを何て名前で投げたか教えてよ。アカウント名見れるんだよ、こっち。投げたアカウントを配信者ってわかるから、なんてアカウントで投げたか教えてよ。何のアイテムを何のアカウントで投げたの？そう、教えて。まさか自分のアカウントぐらいわかるよね。まさか自分のアカウントがわかんないってことはないだろうから、ありえないですからね。じゃあそれ教えて。寒中戦の時俺に投げたでしょ。何のアイテム、まあ別にアイテム名覚えてないんだったら、アカウント名教えてもらえれば。アカウント名だけでもわかるんで。早く教えてください。 ほら、お前嘘だろ。もうわかんだよね。
だってさ、自分のアカウント名がすぐ出てこない時点でもう、あれじゃん。072大好き。じゃあ072さんだ、もし072さんなんだったら、今ちょっと072アカウントで来てよ、今。ふわっちでコメントしてよ。しかも072さんって普通にふわっちでもアイテム投げてくれてるからね。君なんか、ふわっちではお金投げないんじゃなかったっけ？ とりあえずじゃあそのふわっちのアカウントで一発花火投げてみてよ。079さんちょくちょく課金してくれてるからさ、ふわっちでも。で、できるはずなんですよね。で、ニコ生の方の079さんって、このふわっちの方の079さんと同じ人なんで、まあなんかアカウント切り替えのめんどくさいんだったら、別にアイテム投げなくても、079アカウントで今コメントしてきてよ、じゃあ。それか、その今のこのコメちゃんっていうアカウントで花火投げてください。だってさ、ニコニコに8万課金することができる人だったら、花火一発ぐらい投げれるでしょ、普通に考えて。それか、別にこっちでは課金しなくてもいいから、とりあえず079アカウントでログインして今コメントしてみてよ。できるでしょ、それぐらい。それぐらい簡単にできると思うんですけどね。何？内部告発動画晒してもらってニュースになった。まあよくわかんない。そういう知らないですけど。よいしょ。だ、早く、ね。早くさ、あれ、やりなさいよ、今。早く、いいから、アイテム投げるか、079アカウントで来てよ。お前違うだろ。お前さ、絶対に投げないだろ。もう分かりやすすぎんだよね。明らかにお前、絶対違うから。じゃ、花火一発さ、とりあえず投げればいいじゃん。早く。投げてよ、とりあえず。8万課金したやつでしょ？ 8 万課金してるやつでしょ？ 8 万課金したことある人だったら1100円課金できると思うんだよね。花火一発。それぐらいできるでしょ？なんでそれができないんですか？しかもさ、ニコ生ってさ、昨日も言ったけどさ、アイテム投げるたびに普通課金するからね、普通は。あー、匿名の方から宝船来たー、やったー、セキュア、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマドイシ、やったー、ありがとうございます、やったー、ありがとうございます。あー、匿名の方から、やったー、セキュア、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマドイシ、レッチャン、あー、匿名の方から、やったー、レッチャン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 、やったー、ありがとうございます、やったー、やったぜ！あれです。あれ？なんか画像が、サムネが普通のになったんだけど。規制されたのかな？わかんないけど。あれ？されてないか。あれ？なんでだろう？なんかバグってるな。普通の画像も使用できない。バグってんのかな？あー、匿名の方やったー！ 90じゃない。33個やったコマだっす。あめでたいも2個だっす。やったー！ありがとうございます。わかんない。なんでだろうな。画像変えれないね。まあいいや。まあこの普通の画像、なんだ、デフォルトの画像でもいいや。ありやっす。君とりあえず花火一発投げろよ、とりあえずじゃあ。8万とか課金したんでしょ、ニコニコポイント。8万課金、じゃあさ、その8万の課金っていくらだった？
ニコニコポイント課金したとき8万、何で払った？何でいくら払った？その8万のポイント。何でいくら払ったか教えてよ。クレカでいくらかかった？クレカでどうやって払った？クレカでいくらかかりました？ 8 万ポイント買ったんだろ？ あ、こんばんは。そもそも昨日さ、君さ、バハムート持ってるって言ったからね。ニコ生の仕様もその時点でも理解してないのがもうバレバレなんだよね。あ、こんばんは。いくら課金した？カードで。ニコニコポイントでも購入できる。何が？アイテムを？ニコニコポイントでもアイテムが購入できる。ってことは、ニコニコポイントでもってことは複数形ってこと？複数形ってことでいいですか？のね、ニコニコってね、アイテム所持できないのよ。昨日も言ったけど、バハムートでも何でも、ギフト投げるときって、一回ニコニコポイント買ってからなんだよ。一回ね、ニコニコポイントを買って、アカウントにニコニコポイントを反映させてから、アカウント内にあるポイントで、それではなんかそのギフトを投げるんだよ。だからアイテムを所持してるっていうことがありえないのよ。所持してること自体がまずありえないのよ。アイテムを。まずね。ゃあとりあえず今花火一発投げてよ。それでいいじゃん。ふわっちで。だってさ、8万とか課金してんでしょ？しかもさ、普通はだよ。普通に考えてたけど、ニコニコポイントって、誰か配信者に投げたいなって思った時にさ、ね、普通その度課金するもんだと思うよ。なんでかっていうと、ニコニコポイントって、なんかその、多めに買ってもボーナスとか多分つかないからね。あ、こんばんは。いや、例えばさ、ね、10万ポイント、100万ポイントとか、まとめて買ったらボーナスポイントが作ってんだったらまだしも、そういうの確かないはずなのよ。あ、匿名の方、タイヤです。ありがとうございます。試しにニコ生ってみたいなこと。いや、こいつは絶対嘘だから。絶対嘘だから。いや、余裕がある月にポイントとか普通買いだめしないのよ。あ、いいね、10回出す。なんでかっていうと、使用用途がめちゃめちゃ下がるじゃん、だって。普通に考えて。あ、KP10 カードです。だって、8万だったらさ、8万8000かかんのよ。ニコニコポイントを8万買うってことは、8万8000円課金しなきゃいけない。でさ、8万8000さ、課金してさ、残り8万あるわけじゃん。それをさ、なんだ、それよりも現金で持ってたら普通に考えていいじゃん。アノンさんどうもこんばんは、めでたです。こいつ絶対嘘だから、こいつ。こいつ絶対嘘だから。ねえ。いや、お前、アンチでしょ？お前、わかるのよ、お前。ねえ、俺、とあるリスナーの方と俺、昨日話したのよ。そしたら、ね、とあるリスナーの方が、お前のことブロックしてたんだって。で、そのリスナーって、ね、俺のアンチをブロックしてる人なんですよ。
だから、お前、アンチでしょ？ とある昨日、リスナーの方が、ね、まあ、僕にね、連絡をしてきて、で、なんか、慎吾がね、なんだ、コメちゃんって人となんか話してたけど、あれ、なんだろう。ね、自分は、アンチをね、ブロックしてるって。俺のアンチをブロックしてるって言ったので、俺がね、話してたけど、コメちゃんっていうのが見えないから、だから、自分がブロックしてたから、多分アンチだと思うよって。お前、アンチでしょ？ ねえ。なんか、もともと作ってたアカウント、お前、名前とサムネ変えただけのアンチでしょ？違うの？違うんすか？ うんすかね。あ、匿名の方だっす。コバだっす。いや、だから、ね、じゃ、花火一発投げろよ、今じゃ、俺は、ふわっちの配信でさ。だって、8万8000課金したんでしょ、ニコニコに。あのさ、全く課金をしたことない人だったら、ね、全く課金をしたことない人だったらさ、まあ、1100円って相当なんかこう課金に躊躇っていうか、基本課金しないと思う。でもさ、ニコニコポイントでさ、配信者にさ、投げ銭をするために8万8000課金したことある人ってさ、まあ、1100円だったら投げれない額ではないと思うのよ、ふわっちに。なんでふわっちに投げないの？絶対嘘じゃん、お前。絶対嘘だよ。ニコ生に課金したら今月は無理。もう絶対嘘でしょ、お前。もうわかんだよ、お前。あ、小判10個出す、量産出す。じゃあさ、じゃあニコニコの今誰かで、誰でもいいからさ、ちょっとギフト投げてみて、俺以外でいいんで。ちくわちゃんランキングとか見るから、今。今、あんでしょ？ちくわちゃん。誰か好きな配信者やってる？やってなかったら別に誰でもいいんだけど、じゃあ俺が指定した配信者に何でもいいからギフト投げてみてよ。じゃあ何？俺以外に投げたくないって言うんだったら別に安いやつでもいいじゃん。安いほんと数十円とか数百円のもあるんだからさ。数十円のなかったっけ？ 50 円ぐらいのあるよね。確かギフトって。あ、匿名の方めでたいです。いや、50円ぐらいだったらよくない？俺が指定したアカウントに。50円分ぐらいのだったら。それから投げたい人います？じゃあ、ノンバインちゃんでいいよ。俺、ノンバインちゃん絡んだことあるから、今、ノンバインちゃんがやってるから、ノンバインちゃんに50ポイント投げてみて、今。ノンバインちゃんにアカウント投げて、投げてみて。で、ノンバインちゃんに投げる前に、なんてアカウントで何を投げるかって、今、こっちのふわっちのアカウントで、ちゃんと宣言した後に投げてみて。誰か知らない？じゃあ、ウラルハルは。じゃあ、ウラル貼るんで。この子っすね。ウラル貼ったんで。じゃあ、この子に今、ね、何でもいいからギフト投げてよ。で、その投げる前に、何ていうアカウントで、何のアイテムを投げるか、一回こっちのふわっちの方で宣言してから投げてみて。何でもいいから。50ポイントぐらいのあるでしょ、だって。あー、モーナーナシさんから、お前がアラブのセキュア、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、サマズチ、いい当たー、ありがとうございます。さあ、何投げる？何投げるか言ってよ。
何度ギフト投げんの？ 50 ポイントぐらいからあるでしょ、ギフトって確か。あ、30ポイントのもあんじゃん。30ポイントのでもいいよ。ほら、安いやつだったら30、30ポイントのあるから。お帰りとか、録音のとか、初見のとか、ハテナマークとか30ポイントからあるから。これがあったらよくない？いや、これだからブロックしてるかされてるんじゃないですか。見れない方は。おいおい、黙っちゃったよ、おい。おいおいおい、黙っちゃったじゃん。30ポイントだったらいいでしょ、別に。だって8万ポイントもあんだから30ポイントぐらいよくない？別に。れれれれ。黙っちゃったね。いや、だからさ、30ポイントぐらいいいじゃん、とりあえず。お前さ、だから嘘でしょ、お前。ま、嘘なのわかんのよ、お前は。お前、俺のアンチっすよね。え？俺のアンチじゃん、お前。どう考えても。え？だお前さ、ね？あれでしょ？俺のアンチアカウントが、サムネと名前変えただけっすよね、あなたね。お前アンチだよね、絶対。それ30ポイントぐらい良くないですか、投げても。あ、一応消しとこっか、この、あ、もう消えたか。ニコ生しないならいいや、他に投げてくる。じゃあ投げて、その投げる人教えてよ、じゃあ。君が本当に投げるかを見たいのよ。悪魔シャドス。とあるリスナーがブロック、それ私。あ、そうそう、そうです。ね、じゃあさ、他に投げてもいいから、その人のさ、どこで投げるか今教えて。別にノンバインちゃんじゃなくてもいいから。そうだってか、昨日言ってたじゃん、君さ。ね、俺が、ね、夕方ニコ生やんなかったら他の人に投げるって言ってたじゃん。じゃあ、そのさ、他の人に投げる人教えてよ。で、そしたら君が、あ、本当にポイント持ってたんだってなるじゃん。このままじゃ、あれだよ、君、嘘つきオーバーされてるよ。いいの？悪魔じゃ出す。匿名の方。で、君がね、そういえば言ってたやん、昨日。俺以外の人に投げるって。俺が枠取んなかったら。じゃあ、その人、今から投げる人教えて、今コメントで。投げる前に。投げる前に教えて。あ、そしたら本当だったんだなってなるじゃん。単純に教えたくない。だから、お前、嘘つきでしょ、お前。ねえ。お前、ただのアンチだよね、お前ね。投げる気なんかこれっぽっちもないよね。お前、アンチですよね。え？お前アンチだろ、ゴミ野郎がや。おい。おバカさんが。あ、匿名の方、メルカーだっす。いや、こいつね、絶対そうだから。もうわかるんすよ。だってそもそもさ、なんかいろいろなんかおかしいんだもん、こいつの言ってること。なんだっけ、なんかふわっちは嫌いで、なんかニコ生民なんでしょ？ふわっちは嫌いでニコ生民とか言ってたの。じゃあなんでふわっちのアカウント取ってんのって話な。 まず。 じゃあなんでお前ふわっちのアカウント作ってんだって話だし、そもそも。で、あと、
なんか07さんっていう、まあ僕にね、ふわっちでもニコ生でも投げてくれてる人いるんだけど、じゃあお前なんか俺がね、ニコ生で缶中水やった時に投げたよとかって言ってたじゃん。じゃあどのアカウントで投げたったら07にってアカウントで投げたって言ってるけど、07さんってこっちのふわっちアカウントの07さんと一緒の人なのよ。だから、じゃあ何その07アカウントで今ログインしてよって言ってもログインできてないじゃん。ログインしてコメントしてよって言ってもふわっちでできてないじゃん。ねえ。言ってることめちゃくちゃなんだよね、お前ね。で、しかもさ、ね、俺のリスナーが、なんかブロックしてる、君のことしてるらしいんだよ。で、基本、なんかそのリスナーって、ね、俺のアンチを、なんかもう、個人でブロックしてるらしいの。っていうことは、ね、君がブロックされてるってことは、君はアンチってことだよ。だから、過去に君は、ね、俺に多分、ああだこうだ、俺の枠で、なんか言ってたんだろうね、俺に対して。で、そのアカウントを、ね、サムネと名前を変えただけでしょ、君って。違うの。ありょうさん、めでたいレンチャーださ。ありゃさ。ありゃす。君ね、言ってることめちゃくちゃなんだよね。あ、次枠いきますか。こいつ絶対アンチだから。ニコ生じゃなくてもいいじゃん。まあね。てか、なんかさ、あれっすね。まあ、ニコ生じゃなくてもいいっていうか、なんかそのアンチがさ、なんかこう、なんていうの、誘導されるのが嫌なのよ。アンチに。アンチにこれやれ、あれやれって言われて、つられるのが俺大嫌いなんで。でも明らかにわかるもんだってもう。しかもさ、ね。俺、今までニコ生でバハムートなんて一度も投げられたことないのよ。俺、ニコ生、まあ、そこまで全然やってないけど、まあ、たまーにやってたのよ。たまーにだけどね。バハムートなんて一度も投げられたことないからね。だってバハムートってさ、課金する方5万5千かかるんだよ。一度も投げられたことないよ。それがいきなりだよ。いきなり、なんか投げますとかっつって、しかも言ってることおかしいのよ、そいつ。いや、絶対嘘だから。100%嘘。まあいいや、次枠行くか。次枠行きますか。状況的におかしいからね。よいしょ。まあいいや、こいつブロックしとこうかな。コメちゃんってやつ。絶対これアンチだから、100%。100%アンチだから。だって俺のリスナーがさ、俺のね、そもそもブロック、なんかこう俺にひどく言う人をなんかブロックしてる人が、普通に、で、その人はもうほんと信頼できる人なんで、その人がなんか、こう、コメント見れないって言ってたから、だからイコールブロックしてるってことだから、だから俺のアンチってことなの。イコール。だって状況的にだって、トータルで考えて、絶対おかしいの。ニコ生って投げられた人はわかるの？え、どういうこと？ああ、誰が投げたかわかるよ。まあ、誰が投げたかっていうか、どのアカウントで投げたかはわかりますよ。その、投げた時に、こう、誰から投げられましたってなって、でも名前がもし被っても、その、ギフト履歴っていうところが見れるんだけど、その履歴を見ると、どのアカウントで、どの ID の、まあ、つまり完璧にその、
名前が被ってても、あ、このアカウントだってその ID がわかるから、あ、次は行きます。